皆さん、こんにちは。mbs アナウンサーの前田遥です。気象予報士の前田智洋です。二人合わせて、前田。前田で、お送りします。ーーますはい。はい。ということで。はい 誰かがやめろというまでやっていきたいと思いますよだんだん慣れてきました、はい、さあこの番組はですね気気象予報士がお天気の疑問や質問にお答えしますこちらのアドレスまで疑問や質問をお送りくださいお待ちしておりますさあ12月に入りましていよいよ本格的な雪のシーズンがやってまいりました、はい、今後ろに見えているのは 天空の城で有名な兵庫県朝来市の武田城跡。うん、今月の2日に近畿の北部で雪が降りまして。この武田城跡も雪化粧しました。はい、美しいですね,ね。雲海で有名ですけれども、雪の。この武田城跡っていうのも綺麗ですよね。はい、答えあります。あの前春は今年。入社したばかりの新人アナウンサー、はい、ということですけれども。近畿の冬雪っていうのは。 初めてですことありまですからこの近畿の雪も今回が初めて、はい、ということなんですけれどももともと北海道の出身ということで、はい、雪には馴染みありますす。よね。そうなんです雪が降らないと冬が汚って感じがしない <laughs> 雪に囲まれて育ちました。<laughs> なるほど。ということでそんな雪の話を今日はしていこうと思うんですけれども、はい、この近畿で降る雪と北海道で降る雪っていうのはちょっと雪の質が違うことが多いんですよね。うんはい 時とか場所によって質が異なってきます、はい、この雪質の違いって何から来るものかっていうの考えたことありますかやっぱり量は全然違いますよねもちろんね量は、うん、確かに北海道はたくさん雪が降りますしあの積もった雪っていう意味で言うとその雪の量によってあのどんな、えー、状態になるかっていうのが変わってくるんですけれども、うん、その前の段階降ってくる時から ちょっと質が違うで、ね。そうなんですか、うん、その雪質の違いっていうのを、はいえー、分けているのは気温と湿度、なるほど水蒸気の量っていうこの二つのポイントがあるんですよね。はい、じゃあこの気温と湿度でどんな風に雪質が変わってくるのかというのをお伝えしていこうと思います。お願いします。まずは前春のおなじみのこの北海道の雪の様子から。はい、室蘭市ですね。はい、よく見ていた光景でした。 こんな風にサラサラサラってそうです<あ>今雪が舞いましたね本当にちょっとなんか舞い上がるようにして、はい、軽めの雪というかふわっと浮くような雪でしたこの細ま粒が細かい雪、うん、これがあの特徴ですよね,そうですね北海道の雪粉雪っていう風にも呼ばれますけれども、はい、パウダースノーっていう風にね言いますこの粉雪っていうのは、うん、え積もりますとこんな風に スキー場ではふわー,ーっとね懐かしい懐かしい, <laughs> 懐かしい映像でいいですね僕もスノーボードするんですけれどもこういう雪質で滑るっていうのは憧れは憧れるもんなんですか本当にこれが日常だったわけですよね、うん、羨ましいですねただ私はあのこういうパラパラの雪だと、うん 雪だるまが作りにくい、固まりにくいっていうことで、あんまり好きではなかったんです、子供心に。なるほど。でもやっぱり憧れはあるんですね。サラサラだとこうまとまらないんだ。そうなんですよ。じゃ雪合戦とかもあんまできない。ちょっと固まりにくいので、いい玉は作りにくかった。いいそうなんですね。まああのスノーボードとかスキーヤーにとってはこきても痛くないし、本当に気持ちいい雪質なんですけれども、この この駅っていうのは本当にサラサラ、うん、まさにあの湿度が低くて気温が低いときに降るっていうのが特徴なんですよね。うん、まあ本当にあのさらっとなんだろうこのスキーウェアとかについてもあのつかないというかもうパッパパッと払ったら落ちるんですよね。思い出してみると北海道の人って冬の時雪で傘差しません。 え、そうなんですか多分コートとかにつかないからなんでしょうね<ー>今思いました確かにあ、じゃあ刺す必要がない濡れない,いう、ま、濡れないですもうふわっと払うだけでもう雪はなくなりますああ、なるほどっていうのが粉雪なるほどなんですよね、はい、でも近畿でよく降る雪っていうのはこの粉雪とはちょっと違って、はい、粒が一つ一つ大きめなんですよこれあの今月の2日にその降った時のね、はい、雪の様子なんですけれども ちょっと重たそうな雪です、ね。そうですよね。ボタ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 と降っているようなイメージ。はいうん、まあまさにボタン雪っていうふうに呼ばれます。はい、ボタ雪とかベタ雪とか湿り雪っていうふうにも言ったりもするんですけれども、うん、まあ名前の通り湿度がちょっと高くて、で気温が高めの時に降る。 という雪なんですよ、ね、ちょっと長靴必要なくらい濡れますね結構、路面もべちゃべちゃになっちゃうような、はい、そんな雪がこの湿り雪ですね。うん、でこの湿り雪、北海道でも沿岸中心に降ったりするようなことはもちろんあるんですけれども、うん、近畿の北部で降る雪はこの湿り雪がほとんどという状況なんですね、うん、ちょっと質問があるんですけれども、はい、北海道と関西で雪の出来方って違うんですか。あ なるほど雪の質が違うということはでき、うん、方も違うんじゃないか、はい、というところいいところですねちょっとあのイラスト書いてみましたので説明しましょあ,ありがとうございます、はいはい、雪のでき方なんですけれどもどんなふうに雪として成長していくかっていうところですねもともとは氷の結晶なんですよ氷床というふうにも言われまして、はい、この氷の粒でできた雲っていうのも空高いところには現れます、はい、形はどれも六角柱 六角柱なんですか。はい、全て。今これちょっと平面的ですけども、<ー>六角柱の形をしています。はいうん、で、この氷の結晶、氷晶が。周りにある水蒸気をどん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 と取り込んでいくんですよね。はい、そうすると、こんな風に雪の結晶に育っていきます。<ー>この雪の結晶って、すごく種類がたくさんあって、はい、あの。みぞれだとか、あと氷だとかっていうのも含めると。はい 百二十一種類に分けられます。そんなにあるんですか。す見つけるのもすごいですね。<laughs> 細かい雪。ね、それを研究した人すごいなと思いますけれども、うん、雪の結晶の形自体もそれぞれ違うんですよね。<ー>で、この雪の結晶がその湿度とか、はい、あの気温によって変わってくる。もうん、たくさん種類があるわけなんですけれども、その種類自体があの近畿で降るものと北海道で降るものでは違うっていう。 一面があるんですよね。ただ、それに加えて、その雪結晶があの水蒸気たくさんあると、いっぱいできますよね。はいはい、で、この雪結晶同士がくっつきあって、切片という。<片>はい、雪のまとまりになります。この切片っていうのが、あの割と目に見えて大きいものなんです大きい。ボタン雪。そう、ボタン雪はまさにこの切片がたくさんひっつきあって、落ちてくるっていうのが。 特徴なんですね。確かに北海道の雪って、こう手のひらに乗せてみると、一、うん、つの結晶で見られるんですよ。よはいはいはい。こうまとまってるっていうのがあんまりないので、確かにこの構図理解できます。なんか本当粒がちっちゃいでしょ。はい、分かれてます。ね。うん、それがやっぱり雪質を分けてくるっていうわけなんですよね。うん、まあ、北海道を中心とした、そういう水蒸気が少なくて、まあ。 極めて気温が低いような場所っていうのはこの雪の結晶同士がなかなかひっつき合わないですし <laughs> まあ水蒸気も少ない分その雪結晶がたくさんできなくて、はい、まあ細かい乾いた雪になって地上まで届いてくるっていう逆にボタン雪はこんなふうに水蒸気がたっぷりあって、えー、たくさんひっつき合って。 ちょっと溶けたりもしながら降ってくるんですね、はい、でそうするとあの湿り気を帯びているのでお互いまたひっつき合って切片、うん、がどんどん大きくなっていくっていうようなこともあって降り方に違いが出てくるというわけなんですなるほどでこんな風に湿った雪と乾いた雪という風な違いが生まれるという風に言いましたが、はいうん、まあ、遊ぶ分にはいいですけれどもねあの降りすぎるといろいろと影響も 出てくるんですけれど、はい、その雪質によって影響っていうのも違ってきます。はい、これは近畿の湿った雪の影響ですね。湿った雪なので、こう木とか電線とかにひっつきやすいんですよ。そして重いですよね。<う>水分を含んでるので、でその重みで木が倒れてしまって<ー>孤立集落が生まれたりだとか、まあ、こんなふうにあの重たい雪なのでなかなか雪かきもしにくい。で,す、ねで 倒れた木がこんなふうに電線に寄りかかって、停電につながってしまったりとか。まあ、電線に、雪がひっついて、重みで、あの、切れてしまったりとか。はい、電線同士がぶつかり合って、ショートして、停電につながったりっていうことが、起きてしまったりします。じゃ結構、生活に大きな影響が出てしまうんです、ね。そうなんです。しかもね、あんまり雪に慣れていなかったりすると、特にそういった被害も大きくなったりするんですよね。はい、で、あの、雪の粒が大きいので。 積もりやすすいんですよ短時間でどどどっとまとまって積もってしまいやすいのであの急に交通が麻痺してしまったりというようなことも起こりうるとうあと屋根に結構な量の雪が積もると屋根の下にいたときに雪が落ちてきてしまうとかそういう危険性もあるので結構、生活本当に危険ですね。そうっていうのがこの湿った雪の危ないところ、うん、じゃあ乾いた雪はどうなのかっていうところなんですが。がはい その乾いた雪、これ降ってるわけじゃないんですけれども、うん、積もった雪がこう風で飛ばされてるんですよね。飛ばされてるんです。あのこちらよく北海道で見る映像なんですけれども、はい、これが夜とか、うん、もっと量が多いと目の前が見えなくなるんですよ。うん、視界が悪くなる。そうなんです。そしてあのこのまあの北海道って平らなので、うん、どこに あの、遮るものがないので、どこに飛んでいくかがわからない。なるほど。っていう。どこまでも雪がん飛んでって、はい、で、視界が悪いと、こんな風に事故が起こったりっていうね。とっても危険です。見通しが悪くて、普通に運転しているつもりでも、前にもし止まっている車があったりしたら、ガーンと突っ込んでしまったり。はい、もう、本当、数メートル先でも見えないっていうような状況になるんですよね。これ、ホワイトアウトっていうふうにも言いますね。本当,うん、本当に命に関わる危険な状況なんですはい。特に北海道って、風も。 結構強まりやすいので,うで、ねはい、こういった状況が起きやすい、うん、あとこの風で飛ばされた雪があ,のあるところにどん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 と吹き寄せられてたま、はい、溜まっていってしまうと吹き溜まりと、はいうものができてしまいますねますこれが吹き溜まりによる被害ですけれども、うん、これはバスかなそうですねライトが薄く見えますね、はい、こんなふうにもう雪が あるところに押し寄せられてしま、うん、でこれも、ね、あの雪で車が埋まってしまっているような様子ですけれども、はい、除雪の障害になるだけじゃなくて本当にあっという間に雪が積もってあの車が動けなくなってしまうということが、はい これ結構ありえないと思うかもしれないんですけど、はい、毎年ある光景で本当に何人の方も亡くなってしまう、はい、本当に危険な状況なので注意ししてほしいですこのホワイトアウトとか吹きだまりとかっていうのはあの近畿に住んでいるわれわれにとってはあんまり馴染みのないものなんですけれども、はい、北海道の雪の怖さっていうのはこここううしたとととろにう、ね、あるということなんですよねだから乾いた雪も湿った雪もそれぞれに危険性があると。 いうわけなんですけれども、はい、まあ、そういった危険性を呼びかける気象庁からの新しい情報っていうのが近畿地方で、えー、今年の12月からスタートしましたので、はい、そちらご紹介しようと思います顕著な大雪に関する気象情報というものなんですよね、はいまあ、大雪警報とかっていう警報は前からありましたけれども、はい、特に短時間の雪によって 深刻な交通障害が発発生しそううだという状状況況の時に発表される状況です、うん、ちょっと長い名前ですけれども、ねねはい、この顕著な大雪に関する気象情報というものが、えー、出されるようになったきっかけというのが3年前の北陸地方を中心とした豪雪た、はい、福井のし、すごい雪の量となりまして、うん、国道がこんなふうに立ち往生してストップしてしまったんですよね。ね 何百台と立ち往生しましてこんなふうに何日も 国道通通らなななないいいれような状況になってしまいましままた、うん、この時私、福井に住んでいたので、はい、まともに食らったんですけれどもいやーこれも映像を見るだけでちょっと怖いですね本当に外に出ることが難しい,いうような状況で、はい、あの物を買いに行ったりとか、うん、あと冬なので暖房の灯油を買いに行ったりすることも難しいところがあの本当に命に関わるような大変な事態でした。 で本当に短い時間で雪がどどどっと積もってしまうということがあって交通に影響がありますから、うん、まあこんな風うに、ねえー、雪がすぐに積もってしまいそうだ短時間でたくさん降ってしまいそうだという時に気象情報を発表しましょうよという議論がなされて、えー、一昨年からこの情報は北陸と東北で発表されるようになっていたんですけれども、はい、近畿地方でも今年から発表が始まったというわけなんですね。発表される基準が6時間に 降った雪の量が35センチに達するで上野高原という兵庫県のところは特に雪がたくさん積もりますので、はい、基準40センチというふうになっているんですが、はい、この高さに達してその後も警報級の強い雪が降り続きそうだというような予想の時に顕著な大雪に関する気象情報が発表されます。こうしたた時っていうのはは不不要要急のの外出は控えるるといっっ一層の警戒が必要になってくるんですね、うん やっぱりこう近畿地方雪に慣れていない方も多いと思うのでこういう情報はしっかり見ておく,く必要があるん、ね、ですね。特に慣れていない地域からその、うん、日本海側にあの物流だとかで、はい、あの運転で出かけるなんていう時にはあの特に気をつけていただきたい情報になると思いますし、はい、まこうした情報があのテレビやラジオなどを通じて発 聞こえてきたときというのは、えー、不要不急の外出を控えるといった対策をしていただきたいですしあとあの気象庁のホームページで、えー、この先6時間の降雪量っていうのを、はい、今後の雪というページで予報を見ることができるようになりましたので、うん、そういったページもうまく活用して、えー、雪に備えていただきたいなと思います。はい、この冬は、 近畿の日本海側もちょっと雪が多くなりそうな傾向なんですよね,すね、はい、先日発表された三ヶ月予報になると 今度の2月にかけて降雪量平年並みか多い見通しですのでしっかりと雪への備えっていうのをしておいていただきたいなと思います、はい、雪への情報に敏感に過ごしてくださいさあこのお天気の疑問や質問にまだまだお答えしますので皆さんありましたらこちらのメールアドレスに送ってくださいお待ちしております今日もありがとうございましたありがとうございました